またなんか変なのいろいろやってるんですよね。変な人が。昆虫食ってあるじゃないですか。あれどうなんですかね。僕はちょっと嫌なんですよ。昆虫食べるのは。昆虫食に補助金を出すみたいなこと言ってんのかな。昨年2月、河野太郎デジタル大臣は徳島市内でベンチャー企業が養殖したコオロギを試食したと。同市で学校給食に食用コオロギの粉末が取り入れられており、20日にはコオロギというワードがツイッタートレンド入りした。これは何で言ったんですか、河野デジタル庁は。最近河野さんのやることよくわかんなくなってきましたよね。コオロギ粉を使ったパンとか言ってるんですよね。コオロギの粉末を使ったパンを去年12月から販売したスーパー大手パスコ。あ、そうなの。簡単に気持ち悪いです。企業姿勢を疑うなどの、バッシングも結構来てるということですね。まあ気持ちはわかりますよ。なぜ昆虫食なのか。世界で急激な人口増加に伴う飢餓や栄養不良といった食料問題への対応が模索される中、動物性のタンパク質の大部分が大きな問題となっており、解消策として FAO ですが、昆虫食を推奨している。現在日本ではコオロギの食品が広まりつつあり、株式会社、無印か、よ、ファミリーマートなどの販売、店舗で販売されて、ある学校では給食のメニューにも取り入れられる。牛や豚、鶏など既存の家畜と比べ、昆虫は1キロのタンパク質の生成に必要な餌の水の量が圧倒的に少なく、環境負荷の低いタンパク源とされており、特に雑食性で餌の制限の少ないコオロギは全世界で生産される食品の約3分の1に該当すると言われ、世界各国で発生する食品ロスを餌として飼育することが可能だそうだ。で、その国際連合食糧農業機構は、昆虫の食料保障、暮らし、そして環境への貢献という文章の中で、昆虫が他の食材と同様に衛生的な環境を取り扱われている限り、病気や寄生虫が人に伝染した事例は知られていないとしている。ただ、それもいまいち分かんないってなってるけど、ちょっと僕はでも朝の番組で見たんですけど、牛いるじゃないですか。牛乳を絞るんですけど、捨てられてるらしいんですよ、1日3トン。そこの牧場では。結局なんでかっていうと、余るからって言ってるんですよね。農協に言っても余るから、制限してくれって言われてる。でも牛殺すわけにはいかないので、おっぱい毎日出るので、乳はね。だから、乳を貯めとくと逆に病気になるから出さなきゃいけないわけですよ。だから、余った分は全部ドブに捨ててるんですよ。で、悔しいって言って。よくわかんないんですよね。この食糧危機だとか言ってるのに、かたや捨てろって言ってるんですよ。何をやってんのって話じゃないですか。脱脂粉乳とか、チーズにしたりとか、いろいろ手はあるわけですよ。と、長持ちさせるようなバターにしたりとかね、いろいろできるのに、捨ててんですよ。それで、コオロギとか食えっていうのは、なんかやろうとしてることがよくわかんないですよね。いや、でもコオロギとか、昆虫を食べろって言ったら僕は絶対死んでも食いたくないですね。そもそもうまそうに思わないじゃないですか。食べ物って、ただ栄養をとって食べればいいっていうだけじゃないと思うんですよ。野生動物じゃないんですから。食ってのは一つの文化じゃないですか。気持ちを優雅にもしてくれるわけですよ。じゃあ今日何食べようかなとか考えたりとかして、なんか美味しいもの食べたいなっていうふうに思うのは人の欲望ですよね。コオロギ食べたいなって思わないっすよ。ああ、美味しそうって思う人いますと思いますよ。コオロギ食べるのも僕買えるじゃないんですからね。フードロスがどうのって言ったって。じゃあ牛乳捨てなきゃいいだろうって話ですけどね。もっと他にも無駄にしてることいっぱいあると思うんですよね。なんでコオロギって。でもまあ何かしらそういうふうな新しい事業を発展させて、育てていって、経済発展の起爆剤にするとかなんかあるのかもしれないですけど、いや、それにしても昆虫食えってのは無理強いすぎますよ。マイナンバーカード無理やり持たせようとしたりとか、昆虫無理やり食わせようとしたりとか、今の河野太郎さんのセンスを疑いますね。もうちょっと、やるんだったらもうちょっとうまそうなものを考えるよって感じですよね。なぜコオロギに行くよって感じですけど。いや、絶対嫌ですね。昆虫とか虫は絶対食いませんよ、そんなもの。悲しい気分になりますよね、自分がね。生きてて悲しい気分になりますから。